TOKYO DAYS AT 月曜日はアットスクープ。今イエモンが燃えている。アットスクープ。ミュージック月曜日はアットスクープ。紹介しよう。君の担当だ。よろしく。言うことを聞かないからよ。8月公開のトランスミッションで映画初出演を果たしたザ・イエロー・モンキー、ソー・ヤングはメインテーマになります。レッツゴー。じゃあ行くか。行くぜ。よろしくお願いします。ザ・イエロー・モンキーがゲームにも進出。プレステ版ソフト、パーフェクト・パフォーマー。プレイヤーはイエモンになって曲をプレイ。曲をクリアしていくとスペシャルステージが出現。演奏は全てイエモンのオリジナル音源が使われています。これが俺たちのロックだ。もっと歌わせてくれよ。アットスクープ。レベッカコンプリートエディション。91年に解散したレベッカがリミックス&リマスタリングで蘇ります。全14曲、究極のベスト版です。フランキー・ジェット・シティニューマキシシングル「ヘピ」、アナログ版も同時発売。ソロ活動を続けてきたビーズが動き出します。6月9日リリース。11ヶ月ぶりのシングルはギリギリチョップ。キアヌ・リーブス主演 SF アクションスリラー「マトリックス」。主人公ネオは日常の裏に潜む世界に足を踏み入れます。映画公開に先駆けサントラ版がリリースされました。参加しているのはマリリン・マンソン、プロディジーなど。監督はウォシャウスキー兄弟。2人は自分たちが信じていること、目にしているものは全て電脳が作り上げた幻想であるというアイデアからこのシナリオを書き上げました。アクション撮影には1秒間1200コマのフローモーションを使い、アニメーションのような絵作りを見せてくれます。アットスクープ。あらゆる音楽を自分たち流にミクチャーするバンド、シュガーレイ。今やアメリカのチャートでは常連となった彼ら、5月24日赤坂ブリッツでも賑やかなステージを見せてくれました。わはは本舗梅ちゃんの青い大聖堂は前売り完売。しかしご安心ください、当日券を用意しています。俺の名前は吉崎美垣、決してウニを化けてないぞ。はい。新宿シアタサンモール、6月8日から13日まで。はい。15年前から親子を撮り続けている写真家ブルース・オズボーン。彼の写真展親子の肖像が横浜ランドマークタワー3階タワーギャラリーで開催中です。
以上アットスクープでした。はい、さて明日のアットゲストには佐藤康江さんが登場します。お楽しみに。あ、でも見てくださいこの画面でもちょっとムーミンに似てるんじゃない？20世紀の良質な音楽をあなたの耳の奥に留めておきましょう。 Into the 20th Music Heritage。